はい、ナオリンです。昨日ですね、久しぶりにハードオフに行って、これハードオフですね、近く歩いて、そうですね、5分か7分ぐらいのところにハードオフがあるんですけど、そこにちょっと、別の用事で出かけたついでに久しぶりにちょっと寄ってきて、いろんなものを見て、買ってきました。それで今日どんなものが来たかをちょっと説明しようかな、紹介しようかなと思ってます。まずですね、大物からちょっと説明というか紹介します。これですね、これ両備、これ工具です。工具を買ってきたんですけど、これは売り値が1000円でした。これ工具、ちょっとこの箱はこっちはこういいんですけどね、こっち側はないんですね、というものです。特に使うものはないだろうということなんですけど、はい、こんな感じで入ってます。はい、これまあトリセツもちゃんとこう入ってるんですね。はい、なもんですから、ちょっと買ってきました。で、これの内容なんですけど、これ、ドリルですね。これちゃんと動くんですね。あ、動く、ちょっと動かないときがある。うん、ほら、おお、ちょっとほら、あ、動きますね。動くときと動かないときがあるっていうことで、多分この辺モーターか、この、スイッチ類、この辺はおかしいんじゃないかなと思っています。この辺を直しちゃおうと思ってますね。はい、で、これバッテリーも2つ付いてるんですよね、これね。ほら、2つバッテリーが付いてるんです。これ自転車がついてるんで、まあこれもしこの辺が壊したら直しちゃうんで、で直してこう全部まあ確認して、なんか清掃したりなんですね。まあこのこういうところ汚れてるところあるんで修正し、掃除したりとかして、またこれもまあ必要な人が多分いるでしょうから、あの安い価格で、オークションに出そうかなって思ってます。まあある意味こうマッチングビジネスみたいなところがあって、必要ない人のものというのをちゃんと整理してですね、動くような形にして、必要な人にお届けすればいいかなっていう趣旨もあります。はい、ドリルでした。次にですね、たくさんこれなんですね。これまあデジカメですね。ちょっと古い機種なんですけど、この Windows XP なんて書いてありますから、ね、結構古いんです、はい。これは富士フイルムのやつですね。はい、これ500円だったんですけど、これ何が悪かったかというと、一応書いてあるところによると、アダプターで動作はなんかするみたいなんですけど、電池で動作しようとすると動かないということが書いてありました。基本的に動くんであれば、まあ電池とかの周りの、これトリセツとか全部揃ってるんですよね。まあ、USB のケーブルが本来あったのかもしれないんですけど、その辺はちょっとないんですけど、これバッテリーですね。バッテリーじゃない、充電のやつかな。アダプターですね。この辺も揃ってる。綺麗なんですよね、すごく。すごく綺麗で、まあ、こう、使えるかどうかわかんないけど、このバッテリーもちゃんと付いてまして、SD ラムを使うタイプですね。これは
もしかして自分に使うかもしれないですね。これ今あの写真っていうかカメラを使ってるんですけど、そうすると、まあ、もう一台カメラが欲しいなと、もう撮りながらこうカメラを撮りたいんで、うん、それにはこんなのでいいかなと、切れたんでね、まあこの辺はちょっと考えて、オークションに出すかもしれないし、自分で活用するかもしれないね。まあ500円なんで、まあバッテリーで動かなくても、まあ、アダプターで動けば自分で使う分には全くこう必要ないんで、それで買ってきました。はい、まあ大物はこんなところなんですけど、小物でいくとですね、こんなものを売ってたんですね。これはあの、ケコトですね。これは私あの、スタンドで使ってるんですけど、もう古くなっちゃったんで、これ使えればいいなと思って100円で買ってます。はい。で、あとちょっと変わったものとしてはこんなのがあったんですよ。これ324円、なんか税抜きで300円のものなんですけど、これ LED ですね。アルクっていろんなもの売ってまして、これちょっと曲がるかな、これ LED のフィルムってテープなんですね。これね、30センチぐらいのやつが2つ入ってる感じで、12連って書いてあるから LED が12個ついてるのかな。それがこう2本あるかな。これはなんか照明にも使えそうな感じだったんで、こうなんか実用的になんかに利用しようかなと思って、まあ324円なんでちょっと買ってきてみました。どれくらい明るいのかちょっとわからないんですけど、まあこの辺もまた、ブログや、まあ、動画で紹介していきたいと思います。あとですね、これはあの、これは、ソニーのマイクロカセットですね。これも540円で売ってたんですけど、これなんか結構綺麗なんですよね。結構綺麗。もう何度もですね、あのマイクロカセットはこう修理してるんで、この機種はまだ修理したことないんですけど、まあ綺麗だし、あのテープの場合はほとんど治るんで動かなくてもですね、電池の方もまあちょっとこんなあの古くなってはいるんですけど、中は非常にピカピカでほとんど使ってなかったんじゃないかっていうような感じですね。で DC の 3V のアダプターを使うんですけれども、電池とですね、この辺はあのアダプターは自分で作っちゃうんで、でお付けするか、まあ、別途購入していただくような形で、これ録音もできますしね、これカウンターもついてるし、結構いいと思うんですよね。通常この辺はこう整備して売るとだいたい5000円ぐらいで売れるんで、500円で買って5000円だったらまあいいかな、非常にこういいんじゃないかなと思って、まあ、買ってみました。それとちょっと変わったものとしてですね、どうも感じてるかな、これですね、これライトなんですけど、これ LED のライトで、LED が 1,2,3,4,5 6個ついてきたのかな、うん、かっこいいですよ。はい、かっこいい、こういう金属でね、うん、でまあ、電池の方向あるんですけど、結構綺麗なんで、まあ、LED どうしようかなと。これ LED でこのまま使ってもいいし、この筐体を利用して、こうレーザーかなんか仕込んで、ちょっと、遊びに行くのもいいかなと思って、ちょっと購入してみました。またこの辺、なんかに変わったりとかしたら、できたら、また紹介しようと思います。楽しみです。それと今回ですね、
ちょっといろいろと発汗し入れてきたのがですね、この時計ですね。今年の目標としてちょっと時計を修理できるぐらいになろうかなと思って、例えばこういう、これ100円、これ動くかどうかわからないんですけど、ジャンクですね、100円、これラコステで、これ触ってなかったかな、なんか小札がついてるんですよね。これ見にくいかもしれないんですけど、小札がありまして、これにはラコステ16,800円と書いてあります。ここら辺ちょっと、今曲がれ度を積み火で作ってまして、ちょっとかき回して焦げちゃうといけないんで、はい、焦げちゃうといけないんでかき回させていただきました。じっくりとマーマレードを作っております。ですね、これラコステのね、で、これもしこれ直らなかったら困ると思う、困るってことじゃないし、100円なんだよね。実はこれもう一個あったんですよ、色違いでね、はい、これ両方とも直っちゃえば非常にいいですし、もし直らなかったら、まあ部品をこう2つあればどっちか1つぐらいは直るかなっていうようなこともあって、確かにこれ両方とも100円で、まあ定価が16,000円なんて書いてあるんで、直ったら、まあ、またオークションに出そうかな。それと今回 こんな耐久レコードですね、これもクォーツだと思うんですけど、この辺もこれ100円で、こんな感じです。これも直してみようかな。今回結構懐中電灯時計を多く買ってたんですけど、懐中時計ちょっとレトロで面白いかなと思って、これも100円で買ってきたですね。これどれだけ動くかわかんないですけどね、これとまたこれも違う形で、これと同じ違うな、うん、時計っていうのはすごくですね、細かい部分使ってるんで、またちょっと別の境地が開けるんじゃないかと思ってちょこちょこと直してはいるんですけど、ここら辺もね、これ枠は木でできてるんですね。ここら辺もちょっと面白いなと思ってやってみました。まあこの枠とかですね、また自分でちょっと作ってアレンジしてみるのもまた面白いかなぁと思ってます。あと懐中時計はですね、あともう一つ懐中時計いきました。なんとなくこうおしゃれなんでね、こう面白いかなと思うんです。あとですね、これも全部100円で今回買ってきたんですよ。これちょっと修行というかですね、こうちょっといろいろと修理で試してみたかったんで、もう直らなくても元々というかですね、これはね、ウィルソンっていうところかな、チタンって書いてあるんだよね、チタニウムって書いてあるんだよね、これ素材がチタニウムでできてる、なんかちょっと面白いかなって思って買ってました。あとこれ古いんですけど、これどうしようかなと思ったんだけど、これデジタルですね、これアルバ、成功、アルバですね。アルバの古い機械ですね。古い腕時計ですね。この辺もちょっと面白いかなと思います。あと、これ、シチズン、これも100円なんですけど、これも直して、まあ、メーカー品なんで、面白いかなと。いいかな。これも100円。あと、これはですね、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、セイコーなんですね、セイコー。かなり、こう、金属の部分が付属してるんですけど、この辺は私の技術でなんとか蘇らせたいな。結構、まあ、
おしゃれで高級感があるんで、この辺綺麗にしたらいいんじゃないかな、そこそこいいんじゃないかと思って買ってみました。これも100円ね、成功ですね。で、これはどこに買ったかな、こう テクノス、テクノスって僕よく昔よく聞いたんですけど、どんなところあのメーカーだかよくわからないんですけど、なんか聞いたことあるメーカーなんで、とりあえずこう100円なんで買ってきてみました。あとですね、これは金の時計、これはね、セイコーなんですよね。セイコーで、これも結構古いんですけど、なんかちょっと面白い感じがしたんで買ってきてみました。この辺がどうなるかっていうのは、また動画とかでブログとかですね、その辺にこう出そうと思ってますんで、まあ楽しみにしてください。どんな風に変わっていくか、これちょっとレアもの、ジャルです。なぜかジャルのこう懐中時計っていうのかな、多分この辺こう見ると、多分ネクタイとか、なんかこうワイシャツとかそういうところにこうくっつけるのかな、こんな感じ、ちょっと金色で、これもなんかメイドインジャパンみたいな形で書いてあって、 JAL なんでちょっと面白いかな。あと最後かな、これ最後ですね、最後になるのが、これさっきも出てきたテクノスの時計なんですけど、これも非常に古いんで、もう、こうベルトはもうダメですね。これベルトはもうどうしようもないと思うんで、この中のムーブメントとかですね、この辺は。あんまり、こう外見が悪いようだったら、さっきの、こういう木のやつみたいに、別のものに使える、変えるっていう手もあるんで、この辺の模索もあるんで、ちょっと、これからどんな風にこういうレラーが変化していくかっていうのも、ちょっと楽しみに見守っていただきたいなと思います。はい。昨日の、まあ、ハードオフの収穫というか、購入したものを紹介してみました。はい。どうもありがとうございました。じゃあ、まあ、ブログの方とか、まあ、詳細のところに書いてある URL から、アクセスできてます。あとこれらこういうような形で購入したりなんかしたりとか、もらったりしてまあ綺麗にしたいものとかをオークションサイト、ヤフーオークションですけどに出店、いろんな形で出店してますんで、その辺のまあヤフーオークの、URL も下の方に書いてあるので、そちらの方も見ていただけると嬉しいです。で最後にこう、チャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいので、よろしくお願いします。じゃあどうもありがとうございました。失礼します。